今回は人相が悪い芸能人について紹介していきたいと思います。それではどうぞ。マキちゃん、眉間に深いシワが刻まれて、口もへの字になってしまった。老化というのではなく、何か不満があるような顔つきに変わってしまったと思います。まっちゃん昔から人相悪いで。この頃本気で好きだった。ボケもキレッキレで番組全部見てた。この頃は人相悪いっていうより、柄の悪い関西の兄ちゃんだったよ。ネクタイズボンのウエストに入れてた頃だね。当時は格好いいと思わなかった。格好いいね。男女ともに、老化とは輝きを失うものなんだなと、しみじみ。松井和代、目開きすぎて怖い。若い頃ハツラツとした美人だよ。丸さの女で、社長の愛人役のお団子頭の女の人、すごい綺麗と思ったらこの女優だった。こんなセクシーで綺麗な人だったのに、なんであんなことになったのか驚いてるよ。美尻。桃尻ってこういうのを言うんだな。この時代の松井さんは知らないけど、知的タレント的な扱いされてる時なかった？どうして今、あんな風になっちゃったんだよ。まあ、変になる前のお掃除で有名になった頃も、黙ってれば綺麗な人だったもんね。綺麗な人だったのにあんな狂人になるとは。平手さん。人相というか、明らかに闇キャラ的な路線でうろうとしすぎなのが伝わってくる。左みたいなのは嫌なんだとさ本人が言ってたよ。それに強要されてるどころか、公私混同みたいなことしてたからね。この子はやっぱり、握手会襲撃事件から変わってしまったと思う。ファンが怖くなって、アイドルとしてはもう成り立たない状態だったんじゃない？三白眼だから、写りによって目つき悪く見えるよね。デビュー曲の MV も目つき悪く見える時ある。ただのキャラ変だよ。そうなんだろうけど、ここまで変わるのが本当に不思議。別人みたい。池上さんはニコニコしなくなった。テレ朝の福田さんとのコーナーではニコニコしてるよ。もう仕事をこなすだけになったんだろう。ブツブツ文句言うのに疲れたんでしょう。半日おじさん、中身が外見に出てきてる。本来の思想は半日でないのに、半日よりのコメントしないと仕事もらえないから、葛藤とかあるのかもしれない。ナオトインティライミ。出てきた時からうさんくさいイメージ。自己啓発セミナー主催とか、マルチ商法の異業種交流会によくいる雰囲気だよね。もともと人相悪い。佐々木のじいさんだお。ちょっと、妙に納得してしまったわ。初めてテレビで見たとき、病気で明るいキャラを出しすぎてるところに、違和感を感じた。ああなんか癖ありそうだなって。ちなみに、ツイッターのこのボット、非公式がとってもシュール。しかも唯一、本人の公式アカウントだけをフォローしてて草。萌えのあずき。これは現在の萌えあずなの？過去の萌えあずなの？顔違うね。大食い番組での姿です。インスタなどではかなり加工してるようですが、実物は本当にびっくりして心配になりましたよ。私ネフローゼ、腎臓の難病ですが、再発するとこんなお目目になります。萌えあずちゃん塩分の過剰摂取は気をつけてね。腎臓は壊すと厄介です。坂上忍。マスコミに魂を売って奴隷となったかわいそうな元子役。この人はマジでマスメディアの被害者。この頃は、まだ良かったんだけどね。滝ひろしや渡り哲也と愛しの刑事に出演。事故を起こしてから、おかしくなったよね。いや、さぶれてて人相良くはなかったけど、売れてからすごい変わったと思う。乙武洋太だ。五体不満足の頃は好青年っぽかったのに、なんか今は目つきが違うよね。この人は絶対性格悪いって思ってます。昔、表参道の路地から出てきた乙武さんにぶつかりそうになって、舌打ちされました。イメージ通りだわ。本が売れて大金手にしたら、それ目当ての女が途切れることなく近づいてるイメージ。昔は本当に爽やかやったのに、むっちゃ人相悪くなった。昔は顔に出てなかったけど、インタビューされて話してるの見たとき、すごい気が強そうだなって思った。ビーブさんが小学校で教師してたとき、自分のトイレの会場、女の子の方が優しいから女子児童にさせてたらしいね。坂東英二。坂東英二は水曜日のダウンタウンを見てから怖い人ってイメージしかない。簡単に説明すると、番組内で小さい子供からもらった松ぼっくりを家に持って帰るか、という検証内容。最初は嬉しそうにもらい、素敵な対応をしていました。しかし子供がいなくなって、数分で松ぼっくりを地面に放棄。その後また子供が現れたが、松ぼっくりを捨てたこともあり写真も握手も断固拒否。番組スタッフがネタバラシをした際は逆ギレ。スタッフからコメントを求められるも、すべて放送するなら言うが、カットするなら2億円を払えと要求していた。仕掛け人に暴力を振るったとされるやつが、放送 NG でスタジオだけ映像を流すっていう回もあったね。佐藤健かな。今の雰囲気もかっこいいけどね。この頃と目つき変わったよね。
てかこんな可愛い表情の時代を知らない。いかにもブスは帰れって言いそうな顔してると思っていたけど、若い時は可愛かったんだね。流浪の時は良かったのに、今は悪人顔。佐藤健、昔可愛かった。ほんとだ、普通年行くと垂れ目になるのにこの人は逆に目が怖くなってる。ちょっと三浦春馬に似てる。三好彩香。芸能人ってなんでゴン太眉毛にするんだろう。それ、元のふわふわ眉の方が100倍可愛いのに。眉で残念な人多い。平たい顔族に濃いめのゴン太眉は似合わない。マツコ。マツコは逆に丸くなってしまったイメージだな。10年前かな、マツコの部屋って番組やってた頃のトゲと闇の深さが最高だったのに。昔の方が怖かったよね。黒いドレスで髪の毛下ろしていて、こんな人気者になるとは思わなかったもん。加賀まりこ。若い時は目立たなかったのに、眉毛の高さが左右でかなりずれてしまった。それ、地味に気になってる。なんであんなにずれちゃうんだろ。わかる。気になるよね。何歳頃から眉の位置がずれ始めたんだろう。顔面麻痺、という噂もある。もし病気なら、あまり指摘するとお気の毒だと思う。眉毛のこと初めて知った。ググってみたら結構な勢いでずれてるね。これまだ見た目マシな方。もっと眉頭から全然高さ違う時があった。よく見ると眉毛だけじゃなくて、顔全体が左右非対称なんだね。長谷川京子、顔がきつくなったからかな。本当にそれだけかな。入れすぎ、切りすぎ、変わりすぎ。南の帝王竹内力。竹内力は本当にびっくりしたよ。デビューしたての頃は爽やかアイドル顔なのに、役柄がアウトローだと元の顔まで変わってしまって。爽やかなまま年齢を重ねた竹内力の刑事役や、普通のお父さん役が見たかったな。銀行員時代にファンだった皆さんもそう感じてるはず。アスカよー、あえて昔の名前で書いたよ。劣化したよねー。悲しい。若い頃のアスカ、子犬っぽかったのにね。変わっちゃったよね。チャゲさんは今も愛嬌あって感じがいいね。噂の東京マガジンの司会の人、森本武郎さん。この前たまたま映ってるの見て、人相が悪くなったなぁと思った。わかる。少し違うかもしれないけど、それ系だと関口博士も左巻き番組で開き直ってるからか、人相悪くなった。あの番組のレギュラー全員人相悪く見える。悪口言うのやめた方がいいって本当なんだって思った。若い子にお料理させるコーナーで、上から目線でぐちゃぐちゃ言ってるの見ると、昔はもっと紳士なお顔だったよなぁ、意地悪そうなお顔になったなぁと思う。石田純一も前は気のいいおじさんだったのに、近頃顔が険しいね。被害妄想っぽい発言を最近してるし、認知症が心配。だいぶ老けたね。おじいちゃんと言われておかしくないんじゃ。これ去年だけど一気に老けすぎ、コロナの後遺症もあるのかな。大台に乗ると一気に老けるよね。あと、大きな病気した後とか。公の場が減って、見られてるっていう緊張感もなくなってるだろうしね。山本太郎、ただの気のいい元気な俳優だったのに。気のいい元気な俳優か、高校生の時、メロリン級でデビューだけどね。相原優。この人の場合、苦労が滲み出て貧相になった気がする。相原優は苦労というか、愚痴っぽくて不幸を人のせいにする性格が良くないんだと思う。羽鳥慎一、フリーになってから顔つき？目元？変わった気がする。宮根と同じバーニング系の事務所。わかる。いつからか目が笑ってなくて見ていて不安になるというか、直視できないような感じになってる。太ったのか、いつもむくんでるような顔。爽やかさが全くなくなった。ズームインの時はランキングに上がるほど、イケメンだったのにね。不倫騒動があってから、顔つきが変わってしまったよね。若い頃はお坊ちゃんぽかったのに、今は何か企んでるおっさんって感じになった。昼間から酒飲みまくってるし生活を見てから見る目変わった。あれからどんどん顔変わったよね。爽やかイメージだったのに、安住さんは変わらず人良さそうなのにな。ローラ、こんな顔じゃなかった。白くなったり黒くなったり、変幻自在の肌だな。唇薄かったけどフィラー入れてるね。こんな顔だったけどな。以前は白人コンプで顔を白塗りしてたのが、自分がバングラディッシュ人ってことや、本来の肌色を受け入れたって感じ。前は可愛い感じだったのに、謎のいい女路線に切り替えてから性格悪い感がすごい。嘘キャラだったんだね。スザンヌっぽい。ペコちゃんみたいに舌ペロペロしてた時だよね。カラコンないと昔からクールな顔してたよ。今は元に戻った感じ、キャラも作ってただろうし。水のみいちゃん。痩せて痛々しくなっちゃった。痩せたのもあるけど、歯の矯正が、高木さや。この人綺麗だったのにね。声も特徴的だし、外見だけじゃなくて中身も変わっちゃったよね。藤田ニコル。昔はおバカだけどニコニコしてて可愛げあった。最近はふてくされたような表情してることが多くて、愛想がなくなった。
わかる、ヒルナンデスとかデフトワイプに抜かれた時すごい顔してるよね。もうテレビが嫌になったんだろうなって思う。出始めの頃と明らかに表情が違う。スマップ解散後の木村拓哉、こんなに急に人相が変わったアイドルいないわって思う。黒木瞳、意地悪ばあさんみたい。リフトアップしてるからか顔全体、特に目元がつり上がってしまったよね。右はパンスト顔、小泉進次郎、ますます孝太郎との人相格差が開いてく。ちょっと間抜け顔になってきてない？いろいろアホ出現多いから思い込みかな。パピーのアミちゃん、どんどん人を小馬鹿にしたような笑い方になってきてた。昔からかなり気が強そうではあったよ。今井絵理子、カメラ目線やめて、こっち見ないで。ふてぶてしい顔してるな。なんか怖い。なんでこんな人が議員になれてしまうんだろう？他の議員さんとか秘書とかと、きちんと議論できるくらい学があるの？小中学からスピードやってたのに学も何もないと思う。この人はお子さんが障害を持っていたのが、政治デビューとしてはプラスとなったと思う。自民のお偉方の誰かに気に入られてるんでしょ。何でもハイハイってイエスマンにしてれば、可愛いからいいよって、面倒見てもらえそう。わかる、政策面なんてお偉方から紹介された秘書つければいいんだし。片瀬奈奈、食べちゃんのこれは経費で落ちませんに出てた時、怒る時の顔が失礼ながら鬼ババにしか見えなかった。宮崎葵、鼻がマイケル・ジャクソン。なんか怖い、なんか瞳孔が開いちゃってる。可愛かったのに残念。クレアの CM から怖くなった。上原貴子、阿部剛と不倫してた真っ只中の時の写真、昔とイメージが違う。すんごい男顔なのね。エスミマキコと吉田沙織足して2で割ったようなごつさ。前世紀の彼女はポンコツ美少女って感じ。前世紀は絶世の美女感あったのにな。なんか生き量とかついてそう。生き量ついてそうな人っているよね。笛木優子って女優さん、以前は瞳もキラキラして純粋そうな可愛い人だったのに、やっぱり日本に帰ってきてから悪く言われたんだろうな。なんだか険しい顔立ちになってしまったね。あちらでの苦労が顔に出てしまったんだね。お隣で辛かったんだろうな。日本に帰ってこれたし優しい表情に戻ってほしい。長渕剛、ずっと昔はヒョロヒョロで、もっと影のある感じだった。長渕って若い頃ラジオ DJ やってた頃は、高い声でよく喋る明るい近所の兄ちゃん風だったよ。私も昔のフォークを歌ってた頃の長渕剛さんが好きです。今はなんだか違う人みたい。私も昔の剛が好きです。乾杯。なんか最初のが良かったですよね。時代は僕らに雨を降らしてるあたりから路線が少しずつ変わっていった気がします。ただ何年か前の紅白で歌った剛はお帰りって気がしましたけどね。初期の頃は声も綺麗でよく聞いていた。今は声も歌い方も見た目も無理。ちょっと陰キャラっぽそうだったのに、変貌したよね。どっちかというと昔の方が好き。メンタリスト大悟、出始めた頃は結構イケメンだと思ってたんだけどな。末底に人気も知名度も収入も追い越されて、メンタリストのメンタルが危うそうだった。弟の方が可愛いね。高嶋ちさ子、ズバズバ言うところは好きだけど、いかにも性格がきつそうな顔つきだから、やっぱ表情に現れてるよ。自分の思い通りにならないとすぐ不機嫌になる、我が物顔で番組を私物化、うんざり。かばさわさんは高嶋の人柄について、怖いというか、オーラがねと苦笑いしたみたいね。10年くらい前まではめっちゃ綺麗だったのにな。宮迫は元ヤンの雰囲気出てるくない？宮迫って元から人相悪いイメージ。宮迫は売れる前にナイナイの番組で絡みに来てた頃から怖いイメージしかなかった。元から顔は怖い。宮迫博之はヘタレにしか見えません。ヤンキーとつるむけど相手にされてない感じの学生時代だったと思うよ。わかる。腹座ってなさそう。西野七瀬、人相悪いというか、昔の顔のきつさが戻ってきてる。もう暴露したんだし、清楚キャラとか人見知りキャラはやめて楽になりなよ。タムケン、この人も悪いものがついたみたいな顔になってる。笑ってないと指名手配犯みたい。若い頃は目つきは悪くても、もう少しマシだった。偉そうにテレビに出てるのが腹立つ。だからおはーさとかミントもこの人出てたら見ない。清原かや。いろいろ嫌な経験や背負うものがあったりしたら、透明感も消えちゃうのかな。昔いじめられっ子だから、この子に危険回避センサーが働く。身近にいたら怖いけど芸能人としては応援してる。性格悪くて有名らしいね。うん、閉店ガラガラの岡田の娘をいじめてたとか？そうそう。世界不思議発見に出てる野々村誠の娘をあからさまに無視？いじめてたんだよね。菅官房長官、2回と3回して次の総理狙ってるって報道があってから、すごい悪そうに見えてきた。私はむしろ最近覇気が消えたように見えるよ。あの眼光が消えて普通のおじさんにしか見えない。
昔は、神奈川県の私の地元で、議会選挙のポスターが貼られていたことがあったので、それを考えると、失せしたなぁと思ったけど、総理なんて狙ってなかったのにハブられて、やる気失っちゃったのかな。ガースーがコロナ対策やってたら違ってたと思う。誰なの？マスクなんて進めた官僚は。ウエンツかな。留学前が特に。最近は見てないからわからん。昔からドラマとかこんだけテレビ出てるのにファン見たこと一回もない。何のために海外に留学したのだろうか？演劇は？演技留学するまでは好きだった。ガチャガチャしてても可愛げがあった。いじられ上手で腰も低かった気がする。帰ってから態度変わった？変に開き直ってしまったというか、カルロス・ゴーンとか。この人も日本に来た当初はここまできつそうな顔ではなかった。なんか嫌なおじさんの役専門の役者になれそう。優秀なところもあるんだろうけど、強欲、我が強いって言われたらわかる。ビジネスに必要ではあるんだけど犯罪はダメ。めぐみ、一生懸命口角上げてるけど喋るとへの字口。確かに、薄い唇でへの字口だから、白状で文句言いな人なんかなって勝手に思ってた。小池百合子都知事ですね。若い頃の画像を見ると一体誰かと思います。違う人かと思いました。竹村健一と世相講談をしていた時は、それなりに可愛かったですよ。ジョニー・デップ、ギルバート・グレープの頃の彼、澄んだ美しい目をしていてとても綺麗でした。女性は綺麗に歳を取るのが難しいと言われますが、男の人にも言えることなんだなと思います。彼のこの変貌ぶりは、昔からこの人の仕事に勇気づけられてきた人にとっては、胸が痛む。法廷騒動が、何とも言えない疲労とストレスの蓄積した顔つきの原因だと思う。とても厄介な女性と結婚してしまったんですね。私はアンバーさんとの件はよく知らずに、ジョニー・デップは病気なのかな？ドラッグのせい？などと考えていました。マッチこと近藤正彦。性格も高圧的らしい。車両進入禁止のところを警備員に咎められて俺を誰だと思ってるんだ。と怒鳴り散らして強行突破したエピソードもある。今やレーサー？レーサーはもうやってないですね。レーシングチームの運営&監督です。坂井紀子、ヤクザの女感。自分がないよねすぐ人に影響される。星の金貨、一つ屋根の下の頃は好きだったのに。逮捕前はドラマも良かったし可愛かったのに。介護の仕事するとかって話はどこに行ったんだか。歌が一番稼げるから介護はやっていません。青春って言われてた頃から私には見えた。知って言いながらタバコ吹かしてるのがね、悪そうな顔してるなって思ってた。全体的にイメージ悪い。復帰してもみんなは認めてくれない人が多そう。しれっとテレビに復帰してるの見てゾッとした。フワちゃん、今まで応援してたけどもう無理。芸能界がなぜかフワを守ろうムーブか増すたびに、この人のうさんくささが増すね。謎のパワーで守られてる系か？そういえば10から20代って死ねとか殺すとか日常会話で簡単に使うよね。そんなゲームも多いから感覚が麻痺しちゃってるんじゃない？確かにそう思うけどフワは30代だし、注意を受けても正そうとしない性格。そのままおばさんになり、大人になりきれない大人に育ってしまった。今、ヤスコでこの人叩かれてるけど、今までずっとそうだけど、ずっと失礼の塊、野村周平。発言から思うに典型的なモラハラ男だと思う。一時期売れてて、クソ生意気調子乗ってたなーってイメージ。加えタバコで問題になった人としか知らん。清潔感がない。人が話している時に腕を組みすぎ。アミューズ好きなのに、この人だけは嫌。私もアミューズの人なら大概好きだけど、この人は、35歳の高校生で初めて見ていいなと思ったんだけど、水原希子と仲が良いと知ったあたりから言動が無理。長瀬智也のことを長瀬と呼び捨てにするぶしつけさも無理。テレビ出るほど好感度下がるのになんで出るのかなぞ。トークおもんなさすぎて司会の芸人も困ってたし。中居正広、昔に比べて人相悪くなった。それに、一瞬見せる表情に底意地の悪さを感じることがある。特別彼のファンでもアンチでもありませんが、取ってつけたようなものに見えて仕方ありません。苦労してるんだろうな。中居くんはサディストっぽい顔してる。会話中に相手をねっとり見るところとか。中居くんは髪の毛。視線、どうなってるのか、つい頭を見てしまう。髪の毛は人相関係ないよ。人相もあんまり良くないなって思う。ふとした時の目つきがね。清原和博、急に体でかくなりましたよね。あと顔つきも急にいかつい暴力団番長みたいな。顔つきになった気がします。顔も少し太った感じが。肉体改造は失敗でしたよね。外国人にレギュラーを奪われる恐怖から、筋肉をつけようとしたようですが。マスコミを寄せつけないために、怖い顔を意識していたと言っていましたが、真実はどうなんだろう。麻薬事件を起こしてしまったけど、
それでも野球界に戻ってこれたのは、慕われていたからなんだろうなとは思う。水原希子、また変な格好して、どうせまた日本人に強要されたとか言い出しそうだから、ドラム缶でも着ててほしい。鳥柄にセクシーも止めてないから。ゴムキの弟、向かって左側の胸のあたりの入れ墨がまだ途中なのかな？入れ墨より腹が気になる。おっぱいある。この人は何になりたいのか？昼帯の恵み。昔から性格は悪そうだったけど、昼帯やり出してからすごい嫌な奴に見える。わかる、宮根みたいな話の振り方とかスタッフへのけなし方とかするし。自分が話したいことがあるとコメンテーターを遮って話し始めてしまうこともあって、共演者からの評判もいまいちらしい。めぐみさんのこと、嫌いじゃないんですけど、確かにちょっとうるさい時がある。めぐみさんって、好きでもないけど、嫌いでもない。いつもニコニコしていて、自己主張も強すぎないし、氷川きよし。氷川きよしは整形しちゃったよね。変なお姉顔になってるね。氷川きよしは、すごく爽やかな青年だったのに、気がついたら服のセンスまでおばちゃんになったね。もともとは猫目だったのに二重幅がすごく広がったね。目頭切開したのか、彫りも深く見える。おばさん化してる。アナウンサーの安住さん、浮気しそう。うちの母はずっとアナウンサーの安住さんのような目の男は、浮気症だか女たらしだとずっと言ってる。安住さんはデリヘル大好きだよ。よく、スクープされてたよね。志村健さんと被るんだよね。これって浮気症なのかな？優しそうじゃない？安住さんの顔、好きだけどな。伊勢谷友介、この人が逮捕された時妙に納得した。次々に出てきた女性への疑惑も頷けた。元彼がこんな形相でしたが、やることまで似てるんだなと。DV で別れました。外面はものすごく良く、プライド高かった。わかる。S でこだわり強くて少しでも気に触ることを言ったら徹底的に詰めてくる。外面は本当にいいよね。やっぱ顔に出ると思うわ。しつこいし、執念深いんだろうね。高岸博之、実はきつい性格かも。私この人苦手です。笑顔が怖い。好きな人がいたらごめんなさい。目が怖いです。モラハラしそう。きつい性格でなければ甲子園なんて出られないよね。高校の時の高岸さんの写真、もっと顔が険しいもの。矢印花もだけど、まだ若いのに目周りのシワが深いのが気になる。仕事で目いっぱい笑顔作ってるからかもしれないけど、意外と喜怒哀楽が激しい性格なのかなとも思う。方向性の違う松岡修造さんって感じ。イメージ悪いコメント多いけど、福祉関係の仕事が似合いそうな人相だわ。いい人そう。芸能界に入る前か下積み時代のどちらかに、介護施設で働いていたことがあったみたい。池田エライザもちょっときつそうな顔になったかな。鼻の作り物感が気になる。鼻だけじゃなく目も違うね。かわいい。トルル。じゃんけん大会で急に押されて出てきた時は、めちゃめちゃ可愛かったのに。枕のやりすぎか、天狗になった割に人気でなかったからか、ふてぶてしく可愛くなくなった。悪いの川西さん。優しそうって言ってる人多いけど、私はとてもきつそうに見える。わかる。笑顔できついこと言ってきそう。怖いパーツはないんだけど、なんだろう。ややモラハラ顔だし笑顔できついこと言いそうだけど、正当性のあることをズバッというタイプな気がする。優しい部分もちゃんとあると思う。どちらかというと、相方の方がネチネチと嫌なことを言ってくるタイプ。なんだか目がちょっと怖いんだよね。相方はネチネチのモラハラっぽい。小山田圭吾、犯罪レベルのいじめ自慢をしていたらしい。カエルぽい。この人の親族男性のほとんどが、目つきがギロギロしてて同じ顔。海外で某大学を追われた親族もかなり黒い噂がある。ただただ気持ちが悪いの一言。この人まさに性格が顔に出てる。岡田将生。前は悪役が似合わない。爽やかで透明感のある美青年って感じだったけど、昭和元禄落語心中のドラマで、結構黒い表情や、演技が上手くてそれが怖く感じた。悪人、だったっけ？妻夫木と深津絵里のやつ。あれでイカれた野郎の役だったけど、似合いすぎて怖かった。私もそう思ってた。あんなにキラキラした美少年だったのに、恨むような出来事があったのかな。おいっ子と一緒に山に星を見に行った時に、望遠鏡ぶつけて車を傷つけられたんだよ。はい、アクサダイレクトです。いかがでしたか？この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。